関西ゲートウェイは、大阪府茨城市に所在する大規模物流施設。大和ハウス工業が所有し、大和グループが一括沈借して、物流ターミナルなどとして使用する。名神高速道路茨城インターチェンジに近接し、関西国際空港や大阪国際空港、大阪港、神戸港へも、短時間で到達できる。かつてこの地には松下電気産業茨城工場があり、 1958年に白黒テレビの生産を開始、ナショナルテレビの発祥の地となった。プラズマディスプレイの生産を行ったが、2012年3月に稼働を終了。工場跡地は2014年秋に大和ハウス工業に売却された。工場建物は竹中工務店により解体され、敷地の北側約半分に2015年12月11日に、 BTS 型施設として、関西ゲートウェイを着工。2017年10月5日に開所式が行われ、同年11月1日より、本格稼働を開始した。パナソニック茨城工場の跡地からは、弥生時代から平安時代にかけての遺跡である、軍遺跡と売買遺跡が出土している。パナソニックとヤマトグループは、神奈川県藤沢市のスマートシティ。 富士沢 SST でも次世代物流サービス事業で協業している。神奈川県相川町の厚木ゲートウェイ、愛知県豊田市の中部ゲートウェイとの間で、フルトレーラーなどを使用した多頻度感染輸送が行われ、三大都市圏間の当日配送が可能になる。このほか、大和グループの企業により流通加工や医療機器の洗浄、滅菌、家電製品の修理など、 物流ネットワークと組み合わせた付加価値機能を有する。一般向けの見学コースが設けられ、卓球便の歴史や物流の仕組みなどを知ることができる。ありがとうございます。